はい、皆さんお疲れ様です。今日もお疲れ様です。あ、大会の結果見ようかね。うん、まあ変わってないです。昨日の動画から回こんな感じで3741ってことで、まあ S ランク 30% 契約書だね。まあこれで S ランク引いたら2500以内ってことでいいよね。うん、自チームだったらもっと上ってことでいいよね。ってことだよね。うん。まあ、今日もやっていきましょう。今日は、豊橋でやってますね。朝倉みくるさんのとこだよね。多分そうだよね。さあ、今日はなんだか勝てそうな気がする。うん。高橋宏とまた完投してくれ。頑張ります。そしてランク戦やっていきます。あ、ちょっと待って。こっちにしようか。OK、 柳さんからね。レッツゴーレッツゴー、さあさあさあ、レッツゴー。ちょっとお茶飲むね、みんな。毎日投稿してたものの久しぶりだな、リアタイ。 OK、 俺こんぐらいの成績だったんだ。4割1分9厘か。4割3分ぐらい欲しいね。うん、3分ぐらい欲しい。あと本当は4割5分ぐらい、でも4割5分をキープは無理だな。たまに行くぐらいで。うん。さあ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 。大会。まああのね、チーム魂杯と、危ない。スピリーグはまあまあ全力でやってま、やります。3割ぐらいでやる。あーしゃー、さあどうする。やばいね。あ、いや打率ちょっと下がったんだよな。頼む、捉えるな。 OK、 うまい周平。さあランク戦なので現役オーダーですね。まずは先頭バッターを打ち取っています。いや最高、もう一球行きたい。コントロールえぐいから。あー、えぐいえぐいえぐい。やっぱコントロールってマジ強えな。えぐい。ベストピッチ。これ柳さん止まんねえぞ。これ見て、これいきます。もうビタビタ、もうやばいでしょ。ほらこんなん打てねえって。あー、ベストピッチ出なかったけど、もう全然いい。最高でしょ、コントロールが。うわー、ボール球だけどね。それボール球だけどね。まあしゃあないね。いい、アウトハイは打ちやすい。いや強っ、柳さん強え。超コントロールガチ強いな。相手名前怖っ。やな5文字、怖い漢字5文字やな。ミート99。えなんだい今、なんで俺ダメだった。いやー、大会後なのに球速いな。全然大会後なのに球速く感じる。あー、でも見えてるかも。遅いかも。やっぱり見えてるよ。あー、惜しい惜しい。ちょっとずれましたね、ミート。ツーアウトランナーありません。あー、ダメだ、こういう時は笑ってごまかしちゃう。2回表に入ります。うわ、最近目の周り疲れんな。頭痛くなりがち。最近偏頭痛持ちなもんで、バファリンは切らしません。あー、取れん。相手強いな。
ずっとアーチ、ずっと一生広角出てんだけど相手の。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これボール球ヒットとかされたらだるいね。うわー見るかそれ。どうしよう。ゲッツ、やばいね、まずいね。さあでもコントロールよく攻めていくよ。いや入ってないか、これ吹いてくれよ。これビタビタでお願い。 OK。 いやマジでエグ、もうさこれでいいよずっと。マジでコントロールやばいわ。あ、詰まった詰まった詰まった。おお。おお。送球する。おお。あめ。さあ、そして打席には源田が入っています。バッターボックスには代打の坂本。ワンアウトランナー一塁三塁です。頼む。走ってきた。よし、でか。でかいでかい。いけるぞ柳さん。ここは抑えたいところ。さあ引っ張り警戒にしといて、転がせ。まっすぐ投げてたからか。嫌なスイング。引っ張り警戒、よっしゃー、オッケー。柳さん強い、柳さんが強い強い強い、柳さん強い。楽しい、久々にランク戦したら楽しい。さあ絶対さよならしよう。俺さよならするの得意だからさ。俺さよならするの得意だからさ。うわーマジか、やばいな。外角流せねえ。落ちろ落ちろ落ちろ、やべえ。ちょっと待って、マジ適当、ガチひどい自分。あーしゃ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 、やっと一本出た。引っ張り警戒ね、引っ張り警戒の穴。よし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 、さあさよならのチャンス、一気にさよならのチャンス。リュウク行っちゃおうぜ。めっちゃ強い、このリュウク。これリュウク行きたいとこだね。ちょっと待って迷う。福永さん行きてえな。さあ、リュウク、リュウク、ツーアウトから、さよなら、野球はツーアウトからです。見事なサヨナラです。最高、最高、ふう、よっしゃ、よっしゃ、よいしょ、ビクトリー。ビクトリー、さあ最高です。さあ2アウトからね、ポンポンポンと3連打で勝たせていただきました。素晴らしい、素晴らしい試合だったね。うん、よかった、気持ちいい。久々にランク戦やったら気持ちゃー、気持ちゃー。皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。あ、よかったら恐縮ですが、チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。